3月10日、松山市港町3丁目の町の駅ミショーミックで、愛媛 FC を応援しようと、愛南町から超特産養殖マダイと愛南ゴールドが贈られました。これは今シーズンから就任した愛南町出身の泉重成監督と実吉憲忠コーチを通じて、愛媛 FC を町ぐるみで応援する愛南マダイで愛媛 FC 応援プロジェクトです。今年は特に愛南町町を挙げて、これから一生懸命応援したいというように思っているところであります。たくさん勝ってもらいたいという思いを込めて贈呈式が行われ、清水正文愛南町長から泉監督と実吉コーチへ愛南町産養殖マダイと愛南ゴールドが贈られました。式の後、愛南ゴールドマダイの刺身と愛南ゴールドジュースの試食が行われました。おいしい。油が乗ってすごく弾力があって、すごく美味しいです。とても爽やかな味がして美味しいです。いや本当サポートしていただいているので、もうそれをひしひしと感じているのでね、もう一生懸命頑張ります。残留っていうところもありますし、あとはもう少しでも、残留だけじゃなくて少しでも多くの勝ち点を取るっていうところなの で、そこをね、しっかり達成できるようにね、本当日々努力してやっていきたいです。就任させてもらってありがたいですし、もう頑張りたいです。昨年21位という結果で、非常に、厳しい状況からのスタートにはなるんですけれども、本当に地元の皆様 の期待といいますか、そういったものを非常にひしひしと感じておりますので、何としてでも、J2 残留はもう最低限の目標で、それよりも少しでも上の順位を目指して頑張りたいというふうに思います。小さな頃から慣れ親しんだ味を今日久しぶりにいただきました。それから、地元の方々もたくさん応援していただいているという期待を感じておりますので、期待に応えられるように、頑張りたいというふうに思います。またたくさんの選手に食べてもらおうと、後日深浦マダイのぶっかけ鯛丼200食分と愛南ゴールド60キロが贈られるとのことです。愛南マダイを食べて愛媛 FC に勝ってもらいたい、そんな愛南町の町ぐるみの応援が今シーズンたくさんの勝利につながることが期待されます。